しょっぽい志望動機ですね。実は学校選択とかも刹那的な感じにやっているということですよね。結構本気度は僕少し感じまして、皆さんやっぱ東大とか本当になんか元々結構やっぱりこう勉強できる方も多いので。持ってないんかい俺なんか覆してもらえませんか。じゃあただ今貯金が少ないってことなんですか。それはもう今後独学でやられる。読めるんですか英語。入ってこないっすね。なんか心の中に渦巻いているものは何なのか。虎側の質問が煙に巻かれてる感じがしちゃってるんですよね。今から森哲があの英語で質問するんで